平野翔は同じジャケットしか着ていないのに一年経つとファッションが変わる新しい会社の優しさは彼を良い方向に変えましたかナンバーアンダーライン愛のメンバー、平野翔彼のパフォーマンスは常に注目の的です。その理由は彼がステージに立つたびに独自のスタイルと才能を発揮するからです。しかし最近の彼のパフォーマンスには 何か特別なものがあったようです。4月1日、TBS 系の音楽番組、CDTV ライブ、ライブ。での彼の出演は、多くのファンにとって忘れられない瞬間になりました。平野賞はいつものように魅力的でファッショナブルでしたが、その日は何かが違っていました。彼の衣装に注目すると、以前に着ていたものと非常に似ていることに気づくでしょう。 数ヶ月前の別の番組での彼の衣装との類似性は驚くべきものでした。9月7日に放送されたエムステで着ていたシャツと今回の番組で着ていたシャツは驚くほど似ています。これは彼が着ているシャツがブローユアーカバーで歌っている時のものであるという事実を考えるとさらに興味深いものになります。ここで疑問が生じます。 このシャツは一体何なのでしょうか実は、そのシャツは高級ブランドのボッテガベネタのものでした。クロップドジャケット緻密な折りのコットン、ポイントカラー、フロント中央のファスナー開閉、長袖、ストレートヘムなど、その特徴は他に類を見ません。イタリア製で100%の面から作られています。驚くべきことに、 このシャツは彼のファンにとって手の届く価格で入手可能でした。しかし、驚きはこれだけではありません。彼の衣装だけでなく、彼の全体的なルックスも変化していました。以前はダークブラウンだった髪の色が、プラチナに変わっていました。そして、重要なのは彼の帯です。前回の公演では紺色の帯を巻いていたが、この日は黒色の帯を巻いた。 これらの変化には、裏には何か意味があるのでしょうかもしかしたら、彼が新しい会社で働いているからかもしれません。精神的にも職業的にも、彼は依然よりも快適に感じているようです。その結果、彼の外見もさらに洗練され、上品になったのかもしれません。しかし、私たちはまた、 これらの変化が何か他の意味を持っているのかもしれないと考えることができます。彼の衣装や外見の変化は、彼のアートやパフォーマンスの新しい方向性を示しているのかもしれません。彼は常に進化し続け、ファンを驚かせ続けています。次回のパフォーマンスでは、平野章がどのようなスタイルで魅了するのか、今から楽しみですね。彼の才能と魅力は、 常に新しい驚きをもたらしてくれます。このようなファッションの変化やスタイルの進化は人々にどのような影響を与えるのでしょうかファッションが個々のアイデンティティや表現の一部であるという考え方を考えると、これらの変化がファンや視聴者にどのようなインスピレーションを与えるかについて興味深い、議論ができるでしょう。あなたはこの変化についてどう考えますか 独特のファッションやパフォーマンスで日本のエンターテインメント業界で注目を集める平野翔彼の最近の活動はファンを魅了しています。そこで平野翔の魅力的なスタイルや変化に注目してみましょう。同じシャツ、同じ平野翔でも、その背後にあるストーリーは異なります。同じジャケットを着ていても、それを着る状況や文脈によって全く異なる印象を与えます。 そして、新たな物語が始まります。アイドルグループナンバーアンダーラインアイの平野翔が TBS 系音楽番組 CDTV ライブ。ライブでは4月1日に放送され、日本のトップアイドルグループナンバーアンダーラインアイのメンバーとしてファンを魅了し、多くの人の心を掴んでいる。そのステージで彼が着ていたシャツが注目を集めた。 前回の公演で着ていたシャツとよく似ていたからだ。この素晴らしいシャツは一体何ですかボッテガベネタのクロップドジャケットです。高品質のコットン織物で作られており、尖った襟とフロント中央のジッパーがついています。長袖、ストレートヘム、最高品質のイタリア製。シャツは黒で、ブランドのエレガントなデザインが施されています。 しかし、それはジャケットだけではなく、彼のスタイル全体が変化しています。以前は黒の T シャツを着ていましたが、今回はブランドのシャツを選びました。しかし、注目すべきは彼のスタイルの変化だ。前回の講演では黒の T シャツを着用していたが、今回はナノユニバースブランドのオープンカラーシャツをチョイス。このシャツは手頃な価格でありながら、 上品なスタイルを提供します。さらに、彼のスタイルの変化は服装だけにとどまりません。以前は黒帯を巻いていたが、最近はステージ上で紺色の帯を巻いている。そしてズボンは以前と同じように黒くて緩いものでした。興味深いことに、彼の髪の色もダークブラウンからプラチナに変わりました。これは、 彼が新しい運営会社でより快適で上品なスタイルを探していることを示しています。これらの変化は彼の専門的な仕事環境の変化と新しい会社によってもたらされた精神的な安定によるものでした。見た目がよりエレガントになったのは彼の内面に変化が生じた結果と言えるだろう。彼のファッションの変化や外見のアップデートはファンにとって興味深いものとなるだろう。 新しいスタイルの模索と個人的な変化は彼のパフォーマンスにどのような影響を与えるでしょうかこれは彼のアイデンティティと芸術的表現の変化につながる可能性があります。ファッションや外見の変化はその人のライフスタイルや精神状態を反映しており、時には新しいアイデンティティや役割への適応を示しています。平野翔の場合、 作風の変化は新たな賞への移行を象徴しているのかもしれない。では、平野賞の新しいスタイルとパフォーマンススタイルの変化は彼のキャリアと個人的な歩みにどのような影響を与えるだろうか彼のファンや視聴者はこれらの変化にどう反応するでしょうか今後、彼の活動や表現にどのような変化が起こるのでしょうか ファッションとスタイルに対する彼の関心が高まるにつれて、これらの質問に対する答えは、ますます興味深いものになるでしょう。そこで質問したいのですが、辞書では平野章はどんなスタイルで登場すると思いますかこのシャツが彼の物語に与えた影響についてどう思いますかそのシャツは彼の魅力をどのように高めていると思いますか 私たちの意見や予測を共有し、彼の将来について一緒に考えてみましょう。そしてこの物語は決して止まらない。彼が次にどのシャツを選ぶか、そしてどのようなスタイルで登場するかはファンにとって常に興味深いものであり、彼の成長と変化についてのヒントを与えてくれます。平野翔のシャツは単なるアイテムではない。それは彼の物語の一部であり、 彼の旅を象徴しています。そのシャツを通して彼の軌跡を見るのはファンにとって永遠の喜びです。物語は決して終わりません。次の章が待っています。そして次の章は常に想像を絶する驚きと興奮をもたらすでしょう。このようなスタイルの変化は多くの場合、個人の成長やキャリアの変化を反映しています。 平野翔の場合は、新しい環境での精神的な安定やプロ意識が外見にも影響を与えたようだ。